朝っぱらから申し訳ないんだけど一目見た時から大好きでしたもしよかったら私と私と。 付き合ってください <laughs>、えー、なんで何が原因こんな講習の面前で告白してくるところあ、そ、それは今問題じゃないじゃん。 ほら、私って、好きになっちゃったら、その場で言いたいタイプの人じゃん。前回告白した時もそうだったでしょ確か、コンビニの前だった気が。あ、でも、タバコ吸ってる人が見てたような。 じゃなくて、それは今問題じゃないの。単純に、あなたが私のこと、どう思ってるかってこと。ほら、自分の気持ちに正直になって。冷静に考えても、ないな。 で、嘘でしょじゃあ、前回のあ、あれは、何だったの同房系ので。奈良崎くん、覚えてるでしょ何のこと 楢崎さくんにやきもち焼いてたくせに。う、痛い。話してよ。あ。おならさくん。ちょうどいいところに。おはよう。今、出勤 についたところかうーんねえ、ならさきくん。お願いがあるんだけど、もしよかったら、一緒に出勤させてもらえないかな。本当ありがとう。じゃあ行こっか。 そういうことだから。どういうこと今のこのやりとり見てたでしょ私は今から、奈良崎くんと一緒に出勤します。はじゃないよ。本当だよ。あ、れれ なんでそんな怖い顔してるのかなもしかして、焼いてるんですかうんうんうん。そっかそっか。まさか、あなたほどの人が、焼き餅なんか焼くはずないもんね。 だって、私のこと、どうでもいいんだもんね。でもさっきは、ないなってはっきり言ったよね。だから、私と奈良崎くんが一緒に仲良く出勤しても、あなたは、 ど <laughs> うも思わないんだよね <laughs> ん。うんどうしたのならさきくん。そうなの。さっきも今しがた告白したところなんだけど、ばっさり振られちゃったの。はぁ、あ。 私、結婚できないかもしんない。な、何奈良崎くん。ど、どうしたのえ先輩は、俺が幸せにしますいや、あ、あの、な、な、奈良崎くん そういうことじゃ。ええな、なにその手離せえっと、あ、い、いつの間にな、ならさきくん、手離して。ねえってば。 あなたも、何向きになってるのちょ、痛いよ。話してよ。もう、どうしたの二人とも。 この間、会ったばっかりだよね。そんなに喧嘩することあるそれとも、私にはわからない何かあんのえ先輩。 何も分かってないっすねってあ、ちょ、奈良崎くん、待ってよ。言っちゃった。ねえ、な崎さくんが言ってたことわかるお前本当に分からずやだなっていや、ちょっと あなたまでそんなこと言わなくたって。え、ちょ、待ってよ。ああ、あの人も言っちゃった。ん分かってないの。私だけ